どうも、枝豆です。今回は、ショーゴがね、ゴジラでやってるあの刻みを紹介していこうと思います。再解説動画になりますね。ただ最近ね、新機種がちょいちょい増えてきたということでね、このコンボのリクエストをいただくようになったので、紹介していこうと思います。でね、今回は、コンボの内訳、練習方法についてね、喋っていこうと思うので、その辺まで気になるという方は、ぜひ最後まで見ていってください。高評価を押してもらえるとね、俺が動画を作る上でモチベになるので、ぜひ押していってくれると嬉しいです。ということで、早速参ります。レッツラッゴー。で、冒頭でもやったんですけども、このコンボの内訳はこんな感じです。で、まあ、使ってる技はね、ブヘテピプラスケースニアといったところですかね。まあ、そのぐらいなので、このコンボをできるようにしたいのであれば、まずはブヘテペを押さえてください。ケースネアが入ってる位置もね、そこまで特殊な位置でもないので、ブヘテペと変わってる点はほんとそこだけです。で、こういうコンボを練習するときは必ずゆっくり、何度も言ってますね、まずはゆっくりやり始めて徐々にスピードを上げていく、これです。これ前も言ってたじゃんって思った方いたと思うんですけど、何回も言うってことはそれが大事ってことです。覚えておいてください。こんな感じです。こういう高速コンボ系はですね、口の筋肉がついてこないと話にならないので、コツコツ練習して筋肉つけてできるようにしていってください。はい、ということで今回の動画以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。